世界をいざなうラジオ番組でーす。はい、ということでね、夏真っただ中ですね。いやー暑いですね。暑いですけど、天気がね、なかなか安定しませんね。今日もですね、この収録日はですね、ちょっと直前に雷とかが鳴ってたりして、僕も大きい傘を持ってきたんですけれども、結局雨降らないっていうね。全然降らないですよ。まあでもね、花火大会とかお祭りとかもどんどん始まっていってですね、いやー本当に夏本番だなって感じですね。日中すごい日差しが強いので皆さん日焼け止めは必ず塗ってくださいね。この方は花火大会やお祭りには行ったのでしょうか。今回はこちらの方が遊びに来てくれました。泉京香役、諸星すみれです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、緊張してる？はい、してます。してます、はい、でもウェブラジオ言えたね。いや本当にちょっとドキドキしてました。結構、はい、さらっといけたかなと。いやもうすごい朗読も上手に。本当ですか？はい、もう素晴らしいです。しっとりとやってみました。いや、しっとりしてましたよ。本当に、ね、ウェブラジオがね、難しいよ。難しいですよ、ウェブが。そう、僕も最初はね、はい、ウェブって言ってたから、ううと思う。ウェブラジオ、ウェブラジオか、なんかウェムラジオ。新しい言葉が。新しい言葉。ウェムラジオ、ウェムラジオ、いいですね。いつか聞きたいです。いつか聞きたい。ウェムラジオ。これも一応じゃあウェムラジオなんで。そうですね、はい、今日はようこそ、はい、お越しいただきました。はい、僕たちは同じ事務所で、はい、先輩後輩な感じですけど、はい、ね、なんかね、楽しいね。楽しいです。もうすでに楽しいけど、はい、安心感が。あ、本当に、はい、僕はいつも噛み癖が酷いんですけど。あ、そうなんですか。はい、つめちゃんにちょっといいとこ見せないとって思って、逆に空回りしそうだなって思ってます。私も頑張ります。頑張ります。足を引っ張らないように。いやいやいや、そんなことないです。はい。はい、で、そんなわけで、まあ今ちょっと花火大会とかお祭りの話しましたけれども、はい、行ったりします？あ、まだ行ってないですね。行く予定はあるの？はい、あ、行きたいなと思ってます。浴衣も着たいなと思って。でも今までずっと子供用の浴衣を着てたんですよ。で、大人用がさすがに大きくて。なのでちょっと私の体に合うように縫ってもらおうかと思って、お母さんに。そうなんだ、はい、あ、いいね。今年は着たいなと。そっか、はい、でもまだまだ成長期だもんね。なんかこう。そうですかね。そうだよ。なんか身長とかもどんどん高校生ってことにまだちょっと希望を持ってます。いやいやいや。まだいけるんじゃないかなって自分。これからでしょ。そうですかね。